しぶりやん。何やって？
お、いや。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。楽しませてもらおうかな。面白くなりそうだ。負けるわけにはいかない。このまま突っ切る。
本。諦めるわけにはいかねえ。ポン。ビーチ。おもろなってきたで。とうそうきたか。オン。チ。ポン。チ。サン。気持ちいい。チ。負けるわけにはいかない。ファン。ファン。ホン。ホン。負けるわけにはいかない。ホン。オン。あー、やってもうた。おい。あ。はあ。おい。はあ。
て。ああ、いらっしゃいませ。
何やって？やって
金なら。まだ間に合うね。顔が気に入らんね。行くで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。Yeah!
はい。おう、買うてきたで、たこ焼きや。ありがとう。少しは落ち着いたんか。うん。でも、お腹空いた。それでええんや。人間、腹に物を入れんと力が出ん。待っとけ、今食わしたるわ。あなたは目どうしたの？ん？その片目がなんで見えなくなったのかなって。俺の場合は怪我っちゅうかな、
事故みたいなもんでもう完全に潰れてもうだ。そんな。もう一つの目は残っとる。別にそれで十分や。かわいそう。な？あうか。お前の方がよっぽどやろ。私の目は心因性だからいつか治るかもってリーさんが。そうなのか。なら望みはまだあるっちゅうことやな。よかったやないか。でもあなたの目は。もう慣れとる。そない不自由しとるんは。せいぜい男前が台無しになっただけ。男前なんだ。目が揃っとったらな、お見せできんのが残念やで、ほんま。残念。少しは笑えるようになったか。うん？なんやお前、時計しとるんか。見えんのに、けったいなやっちゃ。まあね。でも、かわいいでしょ。せやから、見えへんのやろうちゅうとるやろが、まったく。わかってるよ。でもね、これ、オルゴールの曲が鳴るの。それがまたかわいくって、癒されるんだ。うん、どないなことや。今はならない。だって時計が壊れてるから。なんやねん。でも捨てられないものってあると思わない？他人から見れば全く意味がないけど、自分にとってはなんだかすごく大切っていうか。目が見えなくなって、時間もわからなくなって、時計も壊れて、音も出なくなって。だからわかってるよ、そんなもの必要ないって。でも私がまだ元気だった頃の証なの。それを捨てちゃったら私は本当に。お前。でもまたあのオルゴールの音聞いてみたい。わかるで。え？捨てられんかったら持っとりゃええ。持ったらきっといつかええことある。いつかいいことか。ん？どないした？やっぱり違うよね。そんなものにこだわってるから、いつまで経っても私には現実が見えてないんだ。おい。いいの、ありがとう。あなたの気持ちは嬉しいよ。感謝してる。そうやない。お前が必要やと思うんやったら必要なんや。本当にそう思うんやって。大丈夫。私。強くなる。強くならなきゃ。ハゼヤ、まだ言うとらんかったけどな、リーノさんはなんややることがある言うとったわ。それが済んだらここに迎えに来させる。それまでもう少しの辛抱や。うん。どこか行くの？そろそろ仕事の時間なんや。佐川って名前に聞き覚えあるか？近江連合の極道や。
田川も誰かに頼まれただけかもしれんな。けどなんでお前みたいなんが極道に狙われるんや。あなたはその佐川って人に脅されてるの。似たようなもんやな。けど俺はお前を殺すことで褒美をもらえることになっとった。東条会に戻れるっちゅうな。東条会。あ、いや、お前は知らんでええ。もしこのまま私を殺さずにいたら、あなたはそのヤクザに殺されるの。大丈夫や。リーのおっさんがなんや考えがある言うとった。うまくいったらお前も俺ももう殺されんで済むっちゅう話や。本当に？お前んとこの店長やろ、信じたれ。ほな、仕事が終わったらまた来るで。ええな。いかがですか、お客さん。ちょっと遊んでいかれませんか。お、私、この店の店長のヨーダと申します。今なら当店ナンバーワンの女の子をおつけできますよ。いかがです。この店はキャバレーか。いえ、うちはキャバクラになります。キャバクラか、ちょうどええわ。まだ遊んだことあらへんねん。でしたらこの機会にぜひ。楽しいですよ、キャバクラ。
わかった。案内頼むわ。その代わり、ちゃんとナンバーワンの子つけてくれ。もちろんです。さあ、どうぞこちらに。お客様、お待たせしました。あ？当店ナンバーワン嬢、ゆきちゃんです。どうも、ゆきです。よろしくお願いします。おう、よろしくな。それでは乾杯しましょうか。おう。乾杯。あの、すみません。私、こんなんで。いや、別にいいけど、でも、ほんまにあんたナンバーワンなんか？ええ、一応。ただ、この店に在籍してる女の子、私を含めて3人しかいないんですけどね。3人？ちょっと少なすぎやろ。道理で寂れてるわけやな。はい。ちょっと前まではそれなりに繁盛してたみたいなんですけど、ファイブスターが現れてからはずっとこんな感じで。ファイブスター？なんやそれ。蒼天堀ファイブスター。蒼天堀のキャバクラを牛耳っている人気キャバクラ店5店舗のオーナーたちの総称です。彼らが蒼天堀に出店してから、この辺りにたくさんあったキャバクラはどんどん閉店に追いやられてしまって。閉店ってどうしてや。そんなに人気なんか、そのファイブスターっちゅうやつらの店は。もちろん5店舗はどれもすごい人気です。ただ閉店に追いやられた理由はそれだけじゃなくて。それだけじゃない？なんや。簡単に言うと嫌がらせですかね。嫌がらせ？もう嫌がらせするのもいい加減にしてくださいよ。毎日毎日朝から晩までいたずら電話したり、営業中に騒いで邪魔をしたり、もううんざりですよ。健全な勝負で負けるなら納得しますけど、こんなやり方卑怯ですよ。失礼な人ですね。その嫌がらせをやっているのが我々だという証拠はどこにあるんです？ないでしょう。なんやあいつ。あれがさっき言った蒼天堀ファイブスターですよ。ほう、あれが。あいつは蒼天堀ファイブスターの一人、クラブマーズ店長の日野という男です。クラブマーズはこの辺りのお客さんをほぼ独占しているお店で、近所にあるうちの店に圧力をかけ続けているんです。ほう。証拠なんかないけれど、あんなひどいことをやるのはあんたたちに決まってるだろう。うちの店が立ち退けば、この蒼天堀のキャバクラが全てファイブスターのものになる。あんたの狙いはそれなんだろう。なんだ、そこまで分かってるんですか。なら話が早い。さっさと立ち退いてくださいよ。もちろん今ならそれ相応の立ち退き費用と謝礼はお支払いしますよ。ただこれ以上立てつくようなら話は別ですがね。こんな薄汚れた店に金を出してやると言ってるんだ。悪い話じゃないでしょう。断る。あんたらのせいで
どれだけの同業者たちが苦しんだと思ってるんだ。あんたらみたいな卑怯で汚い連中に蒼天堀は独占させない。さすがはかつて人気店だったサンシャインの店長。他の店のように簡単には落ちないみたいだね。まあ今日は引き上げましょう。ただ次会う時には結論を聞かせてもらいます。何度来ても同じだ。私の結論は変わらない。はあ、頑固ですね。まあそう言わずにまたご挨拶させてくださいよ。ああそうだ、そういえばあなたの娘さん東京に住んでいらっしゃるんですね。いやー可愛くてびっくりしましたよ。いやーそれにしても心配ですよね。あんな可愛い娘さんがもし万一誰かに襲われたりしたら。お前娘に何かする気か。さあ私は別に何も、ただそういうことをする輩がいないとも限らないですよね。このご時世ですから、くれぐれもお気をつけて。ではまたお伺いしますゆえ。くそ、私はどうすればいいんだ。店長、どうすればいいんだろう。いろいろ大変みたいやな店長。あ、お客さんすみません、お恥ずかしいところをお見せして。気にするな。それにしてもなんなんやあいつ、蒼天堀ファイブスターだったか。なんであんたの店をそこまで狙ってるんや。蒼天堀ファイブスターはお互い手を組んで蒼天堀のキャバクラをすべて自分たちの店だけで独占しようとしているんです。もともと蒼天堀にはキャバクラという勢いのある新しいビジネスの波に乗るべくたくさんの店が出店していて栄えていました。しかし彼らファイブスターは手段を選ばず、金を使った引き抜きや嫌がらせ、暴力による圧力などで次々と他の店を飲み込んでいきました。その結果蒼天堀に残っているキャバクラは彼らの5店舗とうちだけになってしまったんです。なるほどな。そうなりゃ確かにあんたの店を乗っ取って完全独占したくもなるわな。しかしなんであいつらはそんなことをしてまで蒼天堀を独占したいんよ。詳しいことは分かりませんが、噂では蒼天堀のキャバクラを独占することでキャバレーを潰す力を手に入れたいらしいです。キャバレーを潰す？はい、なんだかんだで夜の街で未だに大きな力と金を持っているのはグランドなどをはじめとする大型店キャバレーです。彼らはそのキャバレーを打ち破り支配することでそこに渦巻く金や利権、人脈などをごっそり手に入れたい。だから新興勢力であるキャバクラを完全独占することでキャバレーに対抗する力を手に入れたいんだと思います。なるほどな。キャバクラだけでなくキャバレーまで独占できれば実質的に街全体を支配しコントロールすることも可能かもしれん。ええ、でもそんな野望のために我々がひどい目に遭うなんて納得がいきません。あいつらに屈することだけはしたくない。でも度重なる嫌がらせと圧力で正直営業どころじゃなくなっていまして、お店もこの通りひどいものでしょう。まあお世辞にもいい状態とは言えんな。これでも少し前まではこの地域のキャバクラでは一二を争う人気店だったんです。でもあいつらによる店内での迷惑行為の連続でお客さんも離れてしまいましたし、
女の子もほとんど引き抜かれてしまいました。このままではいずれにしても近いうちにうちの店は潰れます。もう奴らの要求を飲むしかないんですかね。あんな奴らの悪事に屈してしまうのはすごく悔しいんですが。しゃあないな。店長、俺が手伝ったるわ。え？実は俺はファイブスターが狙っているキャバレーグランドの支配人なんや。グランドの支配人って確か敏腕と噂のあなただったんですか？まあな、俺としてもそのファイブスターとかいう奴らにこれ以上力をつけられても困るし、何よりもまずそいつらのやり方が気に食わ。俺と一緒にこの店を立て直してあいつらを逆にぶっ潰したので。いいんですか？グランドの支配人さんがこんなさびれた店に協力してくださるなんて。困った時はお互い様や。それに俺もキャバクラっちゅう業務形態に興味もあるからな、いろいろ勉強させてもらうで。ありがとうございます、お客さん。おっと、自己紹介がまだやったな。マジマや、一丁頑張ろうぜ。マジマさんですね、何卒よろしくお願いします。ああ、ええ。何やって？ええ。ああ。
それじゃあ。はい。ん？ほう。はい。それじゃあ。趣味の話ですか？ああ、趣味ですよね。何かあったかな。ん？はい、私。おいおい。だって私本当に無趣味で。あ、ほう。今日どんなことがあったとか、何を食べたとか、盆栽の成長記録とかですかね。ちょい待てよ。え？確かにそうですね。真島さんって意外とよく気がつく人ですね。私なんて盆栽歴8年くらいですから、盆栽界の中ではまた、私なんかが急に話しかけたら逆に失礼な気がして。いや、でも私お客さんとどんなこと話したらいいかわからなくて、どうすればいいんでしょう。それじゃあ、褒める？顔とかを褒めればいいんですか？ああ、今私真島さんのこと生まれて初めて尊敬できましたよ。伊達に変な眼帯してる。ちょい待てよ。え、あれ、精一杯褒めてみたつもりだったんですけど、何言ってるんですか。私だって特技くらいありますよ。よくお年寄りに好かれたりしますよ。ほう。あ、確かに私おじいちゃん子なので、お年寄りのお客さんと話してる方が自然に喋れる気がしてたんですよね。はいはい。ありがとう。それじゃあ。若いお客さんも多少は回してほしい。苦手なことたくさんありますけど。もう失礼ですね。そうですね、真面目な話をしますと、私男の人と話すことが苦手です。え？
それはですね、そうだ、苦手だからこそですよ。ここで働いたら男の人への免疫が高まるんじゃないかなって。うん、確かにそうですね。それはないですよ。真島さんは多分男の人って感じがしないから大丈夫なんじゃないかと。なんやと？すいません。お疲れ。
らっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。やらせてもらうよ。
イプだよ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。ありがとうございました。ありがとうございました。
それじゃあ、はい、うん、おはい、うん、そうやな。答えがいのない質問の仕方。会話練習なんですから、ちょっとは真島さんも私が楽しく話せるように気を使ってくださっても。そうですね。私、王子様みたいな人がいいです。え？優しくて、背が高くてハンサムで、髪の毛サラサラ、私のことを大事にしてくれて、そして白馬が似合う人がいいなぁなんて。理想を言うだけだったらタダですからね。私、中学、高校、大学と女子校だったんで、ずっと…ほう…あ、すいません。もしかして…やっぱり私、接客でみんなの足…え？この際ですし、聞いておこうかなと。私が接客下手なせいで、みんなの足を引っ張ってたら嫌だなって思ってるんです。うん、やっぱり私、足、うん、にでもはっ、そうやな。なんて感情のこもってない。でも彼氏か、いざ自分が付き合うのを想像してみるとなんだか面倒くさそうですよね。え、白馬の王子様なんか彼氏にしたらきっとなおさら面倒くさいんじゃないですかね。デートのたびにお化粧や服装に気を使わなきゃいけないですし、そもそも相手とどんな話をすればいいのか見当つきませんしね。ちょい待てよ。はあ、そうですよね。仕事でもできてないのにプライベートでできるわけないですよね。女を磨く、そう、真島さん、今私に一番た、うん、はあ、
いや、そうやな。何ですかそれ、おっさんと。おいおい、私そんなに恋愛に飢えてないだけです。付き合ったことくらいありますよ、佐藤くんに、鈴木くん、それに田中くん。ほう、そうなんですよ。え、なんか自分で嘘ついてて悲しくなってきて、そうですね。お疲れ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ、サチン、ごゆっくり。
調はいかがでしょうか。ありがとうございました。Yeah!
いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうさせたのは、どこ見てるんや。あいつは、おい、そこだ、ほう。己の足臭すぎんねん。やるんか。
あんた、そうやろ。どこの星だ。で生まれたり。同じことありますね。そんなにいてこましてええんですか。しかし飛んちゃうぞ。後悔すなよ。星で生まれたり。
でしょ。なんやったな。お、お前の全てが部活するわ。やるんか。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。ちょっとだけでも一緒に行くの寂しいよ。私と遊んでくれたら大吉。一緒に遊ばんの。全部なんです。ペストンちゃうぞ。邪魔や。Thank you.
それじゃあ。はい。ん？ほう。はい。それじゃあ。はい。そうですね。寒いですね。何か喋らなきゃとは思うんですけど、何を。そうやな。なるほど。何気ないことですか。真島さんは、お寿司のネタでは何が好きですか？真島さんも縁側が好きなんですか？奇遇ですね。私も縁側が一番好きです。小さい頃、よくおじいちゃんとお寿司食べてましたから。なるほどな。実家の裏の山とか、私の家のものだったらしいです。え？そんなことないですよ。今は自分の力だけで生きてますからね。続けるテクニックですね。勉強になります。じゃあ真島さんってこういう仕事されてますけど、奥さんに怒られないんですか？いや。男の人の一人暮らしって全然想像…外食とかインスタントばかりだと栄養が偏りそうですね。肉じゃがとか差し入れましょうか。ん？はい。それにしても男の人は肉…何やと？はい、恋愛ハウツーブックに書いてました。男の胃袋は肉じゃがでつかめって。ああ、私がハーツブック読んでるなんて。ん？そうですか。でも私がちゃんと話せてるのは相手が真島さんだからな気もしますけど。え？やっぱり見知った中の人と初めて会うお客さんとじゃ心構えが全然違いますよ。うん。お客さんが全員真島さん？え？ごめんなさい。真島さんだらけの客席を想像したらおかしくてつい
もありがとうございます。おかげさまで。なんと、真島さんだらけの客席。え、あ、いえいえ。ん、そうですね、あの、その、真島さん、え、この店で働いてる私のことどう思ってるか知りたいんです。ああ、そうですかね。最近は新しい子も増えてきたし、私以上に頑張ってる人いっぱいいると思います。真島さん、ありがとうございます。なんか真島さんに真面目にそういうこと言われるとなんかむずがゆいですね。なんやぞでも嬉しいです。本当に私もっともっと頑張ります。やれ。いらっしゃいませ、お客様。いらっしゃいませ。ようこそ。サジラスケタメヤ。すごいタイプだよ。ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。かわいいね。楽しいな。ゲストグラブ。
ありがとうございます。いらっしゃい。どうぞ。お願いします。ご延長はいかがでしょう。こちらになります。楽しませてくれよ。面白いですね。アイス公開です。ありがとうございます。楽しい。ようこそサンシャインへ。いいさんだな。ようこそサンシャインへ。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。いい。お願いします。レディースクラス。嬉しいです。嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいです。楽しい。可愛いね。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゲストグラス。いらっしゃいませ。かわいいね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ご延長はいかがでしょう。こちらになります。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。いらっしゃいませ。どうぞこちら。美人だな。素敵です。灰皿交換いたします。嬉しいです。フィーバーするで。ありがとうございます。おしぼり。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。盛り上がってきた。楽しいな。
ありがとうございました。はい。
もう。やって。はい。はい。
へへ。ああ。え？